はい、格闘オタクニュース、象の雑白です。朝倉未来潰し目的のライジン31フェザー級次期挑戦者決定トーナメント開催についてです。9月19日に行われるライジン30の対戦カードが5試合発表されました。パンちゃんリナの女子エロキック路線開幕、キックボクシング王者 VS 朝倉海のイオカルキツネ対決、元 K1 王者 VS 元レスリングメダリストヨギボー癒着枠ヤチくん VS ベテラン AV 男優と話題性重視のお茶の間格闘技がメインです。ここのギャル雑誌ポップティーンのモデルと同様、 YouTube の登録者数が絶対のファイターズカーストが進行しつつあります。ちなみに会見にポニーテール、サングラス、ちょびひげ、黒ずくめのイカ様マジシャンスタイルで登場したミスターヤチックは24万6千人の YouTube の登録者数です。 K1 元王者久保選手がやってるサラクボチャンネルは14万5千人、パンちゃんリナが9万4千人、チョコボール武田が2千人です。ミスターヤチックの100分の1以下となります。これでは知る男優と言われても仕方がない数字です。しかし生本番ではミスターヤチックを立てないぐらいに骨抜きにしてくれるでしょう。その他1試合だけ勝負論のあるカードが組まれました。佐々木うるか選手 VS堀江義則戦です。ライジンフェザー級デビュー戦の佐々木うるか選手にフィジカル空手爆撃機堀江選手を当ててきました。フェザー級トップ戦線サバイバルマッチになるでしょう。ライジンはフェザー級グランプリも準備していると以前に話していました。10月24日のライジン31と11月のライジン32で1回戦、大晦日のライジン33でワンデートーナメントが行われる可能性が高いと思われます。実はトーナメントには多くのメリットがあります。一つ目は最強は誰だという分かりやすさ。次に対戦カード決定のドラマ性。また1回戦は実力差のあるマッチメイクで勝たせたい選手を残すことも可能です。そして最近メッキが剥がれつつある朝倉ブラザーズ、朝ブラの有効活用ができるところもライジン側のメリットです。どうにか対戦カードを操作し、ワンデートーナメントの決勝まで進出させ、もちろん負けてもワンマッチで戦えばどうなるかわからないと、もう一試合組むことができます。万が一決勝の相手がダメージが大きく、朝ブラが優勝したとしても逆のロジックが働きます。メッキの剥がれた朝ブラの持続可能なリサイクル活用、今流行りの SDGs をライジンも行うことができるのです。うんこから肥料を作るのと一緒です。うんこ朝ブラリサイクルです。コロナの影響で海外の強いうんこを呼べないこともあり、うんこリサイクルは必要でしょう。それではライジンフェザー級うんこ朝ブラグランプリの参加選手を考えてみましょう。まず必要なのが朝倉の兄貴を1回戦絶対に勝たすことができる選手です。間違えて地道よサウスポーボクシングレスリングファイター芦田選手を選んでしまっては目も当てられません。もちろん負けます。レスリングが弱く、寝技が弱く、試合経験が少なく、争い事が嫌いで格闘技が苦手な選手を選ぶ必要があります。またわがままで自己中で頑固で金の亡者でチョモランマな朝倉の兄貴を満足させるにはそれなりの肩書きも必要です。そうなると地下格出身の人気者、知名度爆上がり中の萩原選手も考えられます。しかしそこには絶対に負けられない戦いがあるので、濃厚なのは元ディープ王者 DJ 大輝、また元ゼスト王者関哲也などの元王者ではないでしょうか。2人とも実力者なので
万が一があると思われるかもしれません。安心してください、勝てますよ。実はこの二人は9月23日にディープで対戦する予定です。ライジン31は10月24日なので、ナベージが残った状態でショートノーティスでオファーすれば準備もできず、朝倉の兄貴が勝つでしょう。ショートノーティスで対策をさせないドミネーター方式を採用します。安心してください、勝てますよ。次のステップはライジン33の大晦日のワンデイトーナメントです。ここがとてもセンシティブです。決勝トーナメント1回戦は朝倉の兄貴に気持ちよく勝ってもらい、決勝は判定で負けてもらい、罪のドラマを生み出す必要があります。万が一失神 KO でうんこを漏らすことがあれば、ライジンもろともリサイクル不可能でしょう。以上となります。次の動画はライジンは柴田と格闘家どっちを選ぶのかです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。